それで必要なクルマです。これはマーキュリーですね。マーキュリーはフォードが1939年に設立した新しいブランド。営業的に印鑑と舞台を同じくしており、フォードの上級、印鑑の主体という位置づけだった。マーキュリーの各モデルはフォードをベースに細部を取り戻す具体化したものといき、戦後の1946年に復活したマーキュリーは、戦前の1942年型をデザインしたものである。車種バレーションはマーキュリーの。ボディバレーションはツードア、スポーツクマンクーペ、ツードアスタン、ツードアスタンクーペ、フォードはタウンスタン、ツードはコンバーチブル、フォードは指定小箱、オイルベースは156インチ、エンジンは 239.4、100馬力、V 型式と SV だったが、ミカニカルコンベンションは同時段であるフォード車が共通だ。戦前モデルから製造不生産された1928年までの変化点は、いずれの年もまあわずかだということで、これはマーキュリーの初代なんですね。で、1946年の1月から1948年の1月までまあ製造されていて、ちなみに2代目が1949年の1月から1951年の1月までまあ製造されているということなんですね。ですからちょっとややこしいことなんですが、このマーキュリーというのは顔がそっくりなんですよ。初代も2代目もほとんど変わってないんじゃないかというぐらい顔の形がそっくりに丸い目をしているので、ボディの形状もこういう形をしているから一見パッとすると分かりにくいんですね。どっちが初代だか2代目だかちょっと分からないのかなと思っているんですが、まあ、こちらは初代で、初代の方はこの木の、ね、木材、木を使ったドアなんかもあったんですね。でそういうのもありました。でそれでまあ一躍こう有名になったウッディワゴンというやつですね。まああいった感じで非常に人気が出た車なんですが、まあ、これもあのコンバーチブル、やつです。で、これの、コンバーチブルのやつで、確かこれ取れたような気がするんですけど、ちょっとこれの無理やり取るとボキッと壊れそうなんで、ちょっとやめておきます。申し訳ないですけども。まあ、こういうふうな、感じで非常によくできています。で、これは、ホットウィールですね。ホットウィールでこういうのがあったんですね。で、こういうホットウィールの、車。ホットウィールって、ね、変な格車ばっかり作ってるんですけども、まあ、中にはこういう真面目にこういう車もね、まあ、作っていたよというところが、まあ、あります、まあ、なかなかそういったところなんかも非常にこのマーキュリーの魅力というか、良さがあって、こういう可愛らしい車とこの色合いがまた奇妙な色合いですけども、まあ、この奇妙な色合いがまたいいなという感じでございます。どうもありがとうございます。